横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校。付属中学校は横浜市鶴見区小野町6番地にある横浜市立の全日整理数科高校である。2017年度には付属中学校が開校した。略称、ユーゼフ・ジ・エスフルーサイフロ・サイエンス。横浜校が開校150周年を迎える2009年に 理科学研究所横浜研究所や横浜市立大学、連携大学院などが立地する、京浜林海部研究開発拠点、横浜サイエンスフロンティア地区の一角に設立された。市立高校としては30年ぶりの新設高校。設立予算95億円。初年度の受験倍率は5倍を超え、県下公立高校で最高倍率となった。 5人のスーパーアドバイザーを助言者に迎えるほか、科学技術顧問として50人を超える大学、大学院や企業の研究者等外部専門家のサポートを受ける。先端科学技術4分野の本物体験をきっかけとした驚きと感動による知の探求を教育の理念として、先端科学技術の知識を活用して世界で幅広く活躍する人間の育成を目指す。 文部科学省より、スーパーサイエンスハイスクール、及び、科学技術人材育成重点枠指定校、スーパーグローバルハイスクールに指定され、横浜市教育委員会より、進学指導重点校に指定されている。テレビの情報、バラエティ番組や、科学雑誌、ネイチャーでも紹介されたことがある。初年度の大学入試では、東京大学に3名、 東京工業大学に5名の合格者を排出するなど実績を残した。2012年には国際地学オリンピックで2期生の生徒が金メダルを受賞した。2017年、付属中学校を開校した。横浜市内では横浜市立南高等学校付属中学校に、ついで2番目となる。当初高校の通学区域も原則横浜市内とされていたが、 当校が神奈川県で唯一の公立理数科高校であり、意欲ある生徒をより幅広く募集するべく、学区外からも71名を上限として入学を許可していた。2011年6月28日の横浜市教育委員会において、2012年度入試から全県学区となることが決定した。なお、横浜市立の学校における全県学区は、 横浜市立横浜商業高等学校商業課の例がある。2017年、平成29年度開校の付属中学校では、学区は横浜市内とされており、学区外からの募集はしていない。12期生年度入学生より4学級158名を募集している。入学者選抜では、学力検査のほか、面接、特色検査が実施される。 学力検査では、神奈川県共通の問題が使用され、数学と理科が重点化される。調査者の評点は、理科、数学、英語の評点が重点化される。第1次選考では、調査書と学力検査、面接、特色検査の比重は、3、5、2、2。第2次選考では、学力検査と面接、特色検査の比重は、8、2、2となっている。 学力検査は、初年度は、神奈川県立高校の共通問題が使用されたが、2010年度から2012年度入試の3年間のみ、国語、数学、英語の3教科においては、独自問題が出題された。これ以降の入試は問題を作成する負担が重い、ことから独自問題が廃止され、共通の学力検査と面接、特色検査が実施されている。 また、それに加えて、前期選抜と後期選抜の統合が行われた。付属中学校は入学者の選抜ではなく、入学者の決定と呼称される。毎年男女各40名が入学できる。入学者の決定では、適正検査位置と適正検査にが実施される。適正検査位置は2019年度より、 横浜市立南高等学校付属中学校と共通の問題となった。第一次選考では適正検査と調査書をもとに算出される特典の上位から男女別に選抜し、第二次選考では適正検査の特典のみで上位から男女別に選抜される。付属中学校1期生の代にあたる高校12期生からは1年次から 付属中学校からの進学者と他中学校からの入学者を混合した学級編成を行っている。これは同じく横浜市立の中高一貫教育校である横浜市立南高等学校と同様である。敷地面積約29,200平方メートル。延べ床面積約25,000平方メートル。生命科学実験室、ナノ材料創生室。 環境生命実験室、電子顕微教室などの特色ある20室の実験、実習室を備え、学習書室には、冷暖房や校内欄が完備される。その他の施設、設備としては、天体観測ドーム、コール教室、アリーナ、トレーニングルーム、プール、370人収容のホール、生徒用、コンピュータ400台など、事業費は約94億円。 付属中学校開校による校舎改修工事によってプロジェクト工房が近郊、木工室へと改修された。敷地内に東京大学大学院理学系研究科付属植物園から寄贈されたニュートンのリンゴの木とメンベルのブドウの木、ネイチャーから寄贈された月桂樹の木が植えられている。校歌、地の開拓者は横浜市出身のシンガーソングライター、大関拓が 作詞、作曲を手がけた。2009年4月5日の開校記念式典では、大関宅が第1期生や保護者など約800人の前で、自ら披露した。この曲の CD は投稿のみで販売している。付属中学校でも、高校と同じ効果が使用される。運動部文化部署代校長には、全神奈川県立柏尾高等学校校長の佐藤春夫が就任した。 佐藤は1969年に数学教諭として赴任した新設後間もない柏明高校において東京大学、京都大学等の難関校に合格者を送り出した。2002年から同校の校長を5年間務めたが、その間文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール指定を受け理系教育に力を入れ、また校長の立場においてもなお自ら教鞭を取るなど、 熱心な指導を通して国公立大学の合格者数を急増させるなどの実績を残し2012年度に退職した。2012年度より栗原美音雄が同校の2代目校長に就任した。2017年度より高校の校長が付属中学校の校長を兼任することとなった。2019年度より長瀬明が同校の3代目校長に就任した。 ありがとうございます。